どうも大之助です、えーと。今回は選挙のお話をします。で あのなんだろうこの政党に入れろみたいな話をしたいわけじゃなくて選挙には行きましょうただその一方であの選挙したら僕たちの人生がまるっと変わるというふうに依存し続けるのもよくないよということなんですよね。というのもまあそんな当たり前だよというふうに思っているかもしれませんが皆さんって選,選挙行ってますかまあこの話を聞いている10代20代30代の方々ってどうせ選挙行ったところで意味ないんじゃねっていうふうに思うかもしれませんまあ大之助自身もそう思ってるんですけどと,というのもだってもう日本の高齢者層の方が圧倒的に有権者が多いんであの僕たち若い人たちが声を掲げたところでお年 よりに有利な政治しか行われないんですよね。ただ、その一方でやっぱりそのなんだろう。宗教団体とか。まあ,あの頭のおかしい人たちがあの一部政治の実権をあのを完全にあの握ってしまうよりも、まだマシな人たちにあの投票することは可能なんですよね。だから自分の頭で考えて、あのこの人たちが自分の。 なんだろう、えっ、ー、と、人生をまだ、まだ少しでも良くしてくれるんじゃないのかなっていうふうに思って投票し続けることは大事なんですけど、ただその一方で、じゃあもう、あの、なんだろう、日本ってもう30年ぐらい、高度経済成長期から30年ぐらい、ずっと経済成長してない先進国の中でも唯一の国だし、あの、戦争している、えっ、ー、と、ロシアとウクライナ、そのロシアの通貨のルーブルよりも日本円ってどんどんあの落ちぶれているぐらい、それぐらい世界的に見たら、もう日本ってお若いんだよねっていうふうに思われている現状で、あの、なんだろう、選挙をすることって意味あるのっていうふうに思うかもしれません。まあ、先ほどお話しした通り、 行きましょうなんですけど結局自分の身を守れるのは自分だけなんですよねだからあのなんだろう あのもし日本が終わりになったとしてもこの沈みゆく泥船の中にいたとしてもあの別の船に乗り移れるだけの自分の,力自分の力でお金を稼げるようにしたりとかそしてあの自分であの他の国にあの移動できる自分,の自分の意思で他の国にあの住めるようにっていう準備をしておくことってめちゃめちゃ重要なんですよねだからあのやっぱり自分の頭で考えて本を読んだりとかいろんな副業をしたりとかして自分の選択肢をあの蓄えておかないとノアの箱舟みたいにあの結局自分であの船を用意しておいてもそのまああの なんだ船に乗せられる積載人数って限りがあるんで、皆さんの、あの、なんだろう、すべての知り合いを、を、一緒に養っていくことってできないじゃないですか。まずは、自分が脱出できるだけの力を蓄えましょうということが、あの、今回お話ししたいことの一つなんですけど、じゃあ、その一方で、もう日本って一生このまま、あの、高齢者が、あの、有利な、えっと、政治が続くんですかっていう話なんですけど、残念ながら、あの、おそらくずっと続きます。で、ね、というのも、なんだろう、本当に賢い人たちって、あの、まあ、あ あのまあ、中国の習近平さんみたいにあのす,ごい独裁ですごい賢い人が独裁であ右をみんなで一斉に右を向け言って右を向いたりしたらあのすごい速度で成長していくことが可能なんですけど、まあ、今の,その日本の政治を見ているとわかるように選挙カーが走っていたりしてもありがとうございますありがとうございますみたいに,に言ってるじゃないですかあのそういうふうにあの国民に媚びを売るんじゃなくて多少の批判を受け入れていや 日本が変わるためにはこういうことをしなければいけませんっていうふうに、なんだろう、あの、長期的な目線を持って、えっ、ー、と、政治に取り組める人たちが全然いないんですよね。だ、だってあの、なんだろう、あの、まあ、菅さんが、まあ、大之助個人としてはもっと長続きしてほしかったなっていう話なんですけど、えっ、ー、と、こうしますっていうふうに言ったら絶対反発が出てくるじゃないですか。その反発に、あの、ビクビクして、何にもしないという政治を今後も取り続ける可能性が非常に高いんですよね。 だからいつまでも日本の中で電子決済は進まないし ATM は置いたまんまだし印鑑はなくならないしという話なんですよねそしてあのなんだろう子供たちとかあの子育てに回されるお金が全然減らないからあの増えないからだからお年寄り有利がずっと続くということなんですよだったらそんな住みにくい国もさっさと出た方がよくねっていうふうにかあの能力のある人とか賢い人たちは思,思っちゃうからあのどんどん優秀な人が日本から出てっちゃうんですよねっていうのがなおさら、まあ、あの日本でもうおわこんだよねっていうふうに思われる要因なんですけど でまあ、の何が言いたいのかというと,、えーとまあ、僕が考えたわけでもなくてあ,のあるメンタリストさんが言った話すごい感銘を受けてあのその話をお話ししたいなとうう思うんですけどあの今後の選挙なんですけど投票権と年金をトレ,トレードオフにしたらどうかというような話を聞いてあなるほどなとうう思ったんですよね。 あの日本って高齢者の人たちが有権者めっちゃ多いんですよねでただ年金もらってる人たちって、まあ、あの家でのんびり暮らしてたりとか、まあ、経済活動には参加してないわけじゃないですかただ経済活動に参加してない人たちが投票権を持っちゃうと、まあ、お年寄り有利な世の中にずっとなっていくんですよねで、まあ、人,口動態人口ピラミッドを見たら分かるように若い人たちがどんどん少なくなっている状態なんですよただその中でお年寄りたちが力をどんどん持っていくと個人成功の桃を裂けて腹を満たすっていう言葉の通り、あり目先の利益にとらわれて将来のことを考えられない状態になってたら結局 あの全員が自滅すするるよような羽目になにんですよねじゃあどうしたらいいのかというと、まあ、年金を持っている人たちはもう投票しちゃだめですよっていうような制度をつ作るっていうのはどうかなっていう,ふうに思うんですよね。で、まあ、あのそれがいいか悪いかはさておいてねでそれのメリットっていうのは、まあ、あの年金をもらっている人たちっていうのは投票権手放すからもちろん,そのなんだろう若年層と高齢者の1票の格差っていうのがなくなるんですよ。なんかあの 投票っておかしいと思いませんがその地,地域別だったりとか、えー、とであ,の5億があったり、高知と徳島が5億だったりとかその比例代表,表で5億だったりとかそのなんだろう、人口別の1票の格差はなくそうとするのに年齢別の1票の格差っていうのはなくなってないじゃないですかそれを減らすためにも、えー、と投票権と年金ってあのなんだろう、トレードオフにしたらいいんじゃないのかなっていう,ふうに思うんですよね。で、あの、 まあ、その、年金をもらっている人たちが投票権なくなったら、現在、まあ、働いている人とか、経済活動に参加している人たちの一票の重みっていうのが増えていくんですよね。そして、あの、まあ、年金はもら、もらわなくていいけど、投票には参加したいっていう高齢者の方々ももちろんいらっしゃるじゃないですか。で、そういう人たちは、自分の力で稼げることができる。まあ、要するに自分の頭で考えることができる、賢いご老人たちは選挙に参加することができるんですよね。で、そういう賢い人たちっていうのは、えてして自分のためだけじゃなくて、将来の日本のためとかを思って、あの、考えることができるので、 結果として若い人たちのその教育の支援だったりとか子育ての支援だったりとかにあの対する、えっと、まあ、あの、お金を回すことができたりとかするんですよね。だから、えっと、ま、結果的に将来の日本のことを本気で思うんだったら、えっと、ま、なんだろう、あの、フェイクニュースとか、えっと、テレビの情報とか新聞の情報ばかりをうのみにしている、ま、人口だけ、人はすごい多いけど、なんだろ、頭の硬い人たち、ご老人たちの、あの、 投票数を減らすことができるその投票権と年金のトレードオフっていうのをどうな,どうなんだろうかなという,ふうに思いましたという話です。まあ、これも,もともと、さっきお話しした通り元,元ネタはメンタリストさんから、えー、とが話してた情報なので、えー、とでそれを踏まえてまあこれいいなとうう思ったという話なんですけどいやけどそれってこんなデメリットがあるよねみたいな話とかまあ僕も全然勉強不足なんで。あと、 こういう反対意見があるよねとかこういうデメリットがあるよねみたいなものとかあればぜひコメント欄で教えてくださいという話です。ということで今回は以上。